皆さんこんにちは、くるくるクールです。今日もマリオメーカー早速やっていきたいと思います。最初のコースはこちら、 85in40 クリア率 0.79%。 このコースはちょっと知り合いの実況者のかかしさんっていう方が実況されていて面白そうだなと思ったので自分もやってみたいと思います。面白そうだけどクリア率は 0.79%、 誤差しです。それでも一度見させてもらってるのでね、カカシさんの動画でね。はい、あの人ここ失敗してませんでしたよね。やるな、ほい。多分タイムが結構ギリギリなコースだと思うのでね、1、2、3、はい、カーブを叩いて、あー、はいはいはい、ここはてなブロック、ほい。人の動画を見てやりたくなるコースっていうのはいいコースですよね、間違いなく。はいはい、ジャンプ、一気にジャンプして、ここは、あー、なるほど、結構こっちはギリ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 、逆にギリギリ、にぎ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 、ほいほい、ちっちゃめジャンプでいきましょう。はい、でうまく叩いてからの一気に飛び越える。でこっちはギリギリ、はいはいはい、上に行く、パウパウパウ、鍵をゲットして上、あーここ上か、ん、上だよな、下かな、ほい、いいな、こういうコース楽しいな。変に難しいギミックもなく素直に面白いと思えるコース素敵ですよね。はい、やっと戻ってこられましたね。次ここは上、届いた届いた、一マスジャンプからの上、はいはい、次はメットを蹴る、こ、あー、なるほどね、ここをジャンプしないとダメなのか。今 DS の逆転検事やってるんですよね。逆転裁判ほどメジャーではないんですけれど、やってみるとあれはあれでなかなか面白いですね。ただ正直逆転賢者は1よりも2の方がおすすめ。よいしょ。特にね、逆転賢者2は逆転裁判ファンの人がやると面白いと思います。あの話にはこんな裏があったのか的なのがよくわかるんでね、ぜひ逆転賢者遊んでみてください。2ね。システム的にも1に比べるとだいぶやりやすくなってると思いますし、キャラの性格とかもね、逆転裁判好きな人は2の方が面白いですと個人的な感想です。よいしょ。そんな話してないでこっちをクリアしろよっていうね。はい、いったー、これでどうだ。で2の上か、あー、詰まった詰まった、ん、これ走り抜けてるんじゃダメ、ジャンプ、はい、やっと戻ってこられましたね。ここまで戻ってくるの結構大変です。でこの先だっけ、さっき見せたところは、はい、1、2、あ、やっぱりそのままでいいんだ、あー、きつ、一マスジャンプきつ。カカシさんもここで結構やられてましたよね。ここまで来てやられるのは精神的にきついな。それでも諦めずにクリアを目指したカカシさん尊敬ですね。よいしょ。シニのサンガリア、はい、そして今度上、オッケー。できるだけジャンプも頭をぶつけないでいきたいんですけど、なかなか難しい。はいはいはい。で、あ、 B ボタンが反応しない。
今度はどうだ、スムーズスムーズスムーズに来てるよ。1、2、3、キー、いったでしょ。あと1秒いってくれー、ギリギリセーフゴール、よかった。あー苦労しました。よかったよかった。やばいやばいやばい、なぜか自分の動画が再生始まった。85、40、クリアしました。ファンキーパンダさん、ありがとうございます。39秒990、本当にギリギリ。あーよかった、カカシさんの見てね、いいコースだと思ってやらせていただきました。ありがとうございました。はい、お待たせしました。次は久しぶりにバロンさんのコース遊んでいきたいと思います。全自動43オート、この方の作ってるコースは基本的にほとんど全部全自動で、おーすげえ、なんだ、トゲパタパタ、あれが砲台担いでましたね。いやーびっくりした、何が起こったのか一瞬わからなかった。相変わらず素晴らしい。砲弾を使った全自動コースが多いんだろうと思うんですけれどね、今までやったの全部そうだったので、全部同じように見えて全て違うっていう、いやーよく考えつくな、あんなのに砲弾乗っけてね全自動にしようなんて、神ですかあなたは。それでは今日最後のコース、こちら遊んでいきたいと思います。炎の試練トライアルバイファイヤー、クリア率約 6% ですね。炎の試練、氷の試練とかもありましたね。で下、これちくわか、危ね危ね、様子見でやられるところだった。あーこの炎のついたプクプク大嫌い、好きな人いない。あーやばいな、あんなところで当たるかな。当然炎入ってくる、はいはいはい、こういうのはね勢いでいかないとやばくなる。何これ、下、え、これ捕まれる、上かな、あそこ下行くのはちょっと無理ですよね。はいはいはい、あそこまでサクッと戻れるといいなという願望。ほい、あ、超えた、ここは出る前に行く。おお、怖え。これ上でしょ。もう騙されない。あ、本当に上？お、上だ。きっと上だ。上には行けないと思う。おお、ダブルいいところに来るな。危ねえ。飛び出すな。マリオは急に止まれない。はい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 、やっと戻ってこられました。ゴリ押しですけどね、ゴリ押しは正義です。きついな、こういうコースを作る人が今チームでやってるね企画コース投稿してきていただけると面白くなると思うんですけどね。ほい、上へ、キノコで、ゴリゴリ、帰りも怖いな。ファイヤーバーどこまで来るんだ、近っ、ここはセーフ、怖え。あ、なるほどね、はいはいはい、これで右側にようやく進めるようになると。難易度高いな、 6%、 すげえなみんな。危ない危ない、意外とああいうのってうっかり落ちちゃうことが多い怖いよ、誰ですかこんなところに、こんなの飼ってるの。はあ、まだいる、
ゴリ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 、あー、おいおい、ほい、なにあのハテナブロック、あー来たー、ファイヤーバーンも来たし、ファイヤークックも来たし、これでまた急に飛び出すとファイヤーの餌食になっちゃったりするんじゃないですか。そんなことない、そんなことない、どこかが当たり、出てきてないのどこだ、ここだ、ほら当たり一発、中間お邪魔しますからの、おお、なるほど、七光との熱い戦いが始まる。まあね、こっちは普段から生活火の車で鍛えられてますからね、くるくる車のように回るバジュニアなんかにやられたりはしませんよ。ほらほら火に焼かれろ、こっちはいつだって火の車なんじゃって、下地区若いよ、今気づいたよ、危ねえ、一マス落ちてたこれだ、どうだ、よし次で行く、次で、はいお邪魔しますからのイチャップからの土管に入ってゴール、あーよかった、最初の中間まででやたら苦労したけど、その後は一回で来られたのかな、そうですね、一発で中間以降来られたと思います。炎の試練トライアルバイファイア、クリアさせていただきました、ありがとうございました。何か気になるのがあったんで、時間どうだろうな、もう一丁やってきますか、スーパーマリオラン配信やった、本当にイージー、皆さんマリオランやってらっしゃるんですかね、あの僕アンドロイドなんでできないんですけどね、何何なんでピンポンなの今の、意味がわからない、謎の、あ、赤コイン取れなかった、なぜかアンドロイドはできないんで、言えないんですけど、評判も実はそんなにあんまり良くない、もう一回やってみましょうか、最初から赤コイン全部取ってみたい、よし、ルートとちょっと違うところに置いてあるんですよね、赤コインがね、これあのピンポンって何なんでしょう、下は外れ、下からでも行けるように見えますけど、赤コイン取ってからのどこだっけ、ここだ、はい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 、間に合い間に合い、あー間に合わない、ここがきつい、はい、今度下行ってみましょうか、さっきのところ、何があるんだろう、あれピンポンですよ、なんだわからないけど、まあいいか、だったら下の方がいいや、早いから、よし、23、あ、しまったすっかり忘れてた、これクリア率下げちゃってるな自分、大丈夫かな、いいか、 OKOK、 これで花ちゃんを超えたら次中間、こう来て、これなら間に合うでしょう、 OK で123ギリギリセーフ、はいお邪魔します、うわーい、金だ金だ、までもらってんだよね、キャプチャーボードをまた買ってしまってお金がございません、手の車でございます、さっきのなんだっけ七光また倒していきましょうか、八つ当たりでね、はい、そういうわけで今度赤コインを全部揃えてクリアさせてもらいました、スーパーマリオラン配信やったー、イージースピード、イージースピードラン。ありがとうございました。
そして今日はこの辺りで終わりにしたいと思います。また次の動画もぜひ見に来てください。次回はあなたのコースにくるくるクール。今日もご視聴ありがとうございました。ゆっくりと楽しんでいただけたら幸いです。もしよろしければまたゆっくりしに来てくださいね。チャンネル登録と高評価をいただけると尻尾を振って喜びます。これからも皆様に楽しんでいただけるよう、うぷ主も私たちも頑張ります。それではまたお会いしましょう。明日も楽しい一日がきっとやってくる。